日南町の日南湖菅沢ダムのところに大根橋という橋がありまして、そこの記念ステッカーを作ってますんで、ライダーハウスで配布してますんで、よかったら取りに来てやってください。お願いします。アピールありがとうございます。そしてライダーハウス日南町へどう行くのっていうところが一番、まあ、問題でしょうね。はい、米子からざっくり走ってきて1時間半はしないくらい、ただここから大山までも走ってって1時間ちょいで着きますんで、バイクの人には楽しいところだと思います。はい、であと詳しいことは池田さんのブログのタイトル何でした、はい、ライダーハウス日南で検索していただけると結構上の方で出てきますんで、ライダーハウス日南結構ピンポイントですね。はい、はい、少し猪木口なんですか、ね、若干苦しくないですで、まああとブログと、あと Google マップでも最近出るようになりましたよね。はい、そうなんです。不思議と、そう、なぜか不思議と出てるの、出てるんですよ。したわけでも、来したわけでもないんだけど、なんか Google が拾ってますよね。で、今月に入って初めてここに来るのに検索したら出たんですよ。で、先月の田植えが終わった後は出なかったんですよね、うん、と、まあちょっと来てるかもしれないライダーハウス日南でした。まあ、あとはこれがまあ移住した後の人の形で、やっぱり自分一人で副業を持つ、それを副業って複数の仕事を持つっていうライフスタイルを構築できる人が、まあ移住できる人なのかなと思います。やっぱり帰っちゃう人いますよね。はい、ただ一旦来てみないと分かんないんで、1ヶ月でも2ヶ月でも3ヶ月でもいいんで、うん、まずは来てみて田舎暮らしを体験してほしいなと。そうですね。じゃあ田舎暮らしを体験するために、まあライダーハウスに自転車で来てもいいですよね。もう自転車でも車でも歩きで来てくれてもバスでもいいんで、とりあえず1週間でも3日でも1日でもいいんで遊びに来てやってくれたらは、はい、面白いスポットだったらお願いします。はい、なので、旅行業の許可がまだ、あとは旅行業、まあ、今プレオープンの段階、今はボランティアで仲間を止めてるということなんで何もすることが問題です。はい、まあ、今のうちでしかただで泊まれませんので急いで泊まりに来てあげてください。よろしくお願いいたします。はい、ではライダーハウス日南移住をした、池田さんでした。失礼します。